そこに。引っ越しをするときは、可能な限り、実際の物件へ足を運びなさい。少しでも嫌な気分になったら、絶対に住んではいけない。大変に、感の鋭い親戚が、かつて私の母に、こう言って聞かせた。 仕事からどうしても引っ越しの多かった我が家を心配してのことだったんだろう。しかし、当時まだ幼かった私は、転居とはいどと難儀なもんなんだな、程度に聞き流していたように思う。すっかり親戚の忠告など忘れた頃、友人が大学への進学を機に、 一人暮らしを始めたというので、招かれるまま私は彼女の家を訪ねた。何度か電車を乗り継いで到着した街は、小さいながらも立地に恵まれて住みやすそうな場所だった。商店街が軒を連ね、駅前には大型ショッピングモールがそびえ立つ。 それでいて、喧騒も少ない穏やかな雰囲気が漂っていた。いい街だね。という私に友人は、そうでしょうと、得意げな顔を見せる。連れ立って歩いた商店街の一角で、遅めの昼食を調達し、彼女のマンションへ足を運んだ。 駅前の通り沿いに立っているマンションはシンプルな造りで、こじんまりとした佇まいだった。単身者向けの部屋ばかりで留守が多いと見え、社会人が帰宅するには少々早い時間帯のマンションは静かなものである。年季をうかがわせる外壁はくすんだ色をしており、とても 若い女の子が住んでいるとは想像できない風貌をしていた。それに、暗い。ねえ、ここなんだか暗くないエントランスに踏み入って、集合ポストの前を通りながら友人に尋ねる。彼女は首をかしげた。 うーん、日当たりの問題かな。ほら、日も落ちてきてるし。確かに外は快晴とはいえ、夕方が近づく頃合いになり、日差しの勢いは失われつつある。けれども、視覚的な暗さ以外の何かが重く立ち込めてるように感じられた。 正直に口に出してしまえば、友人は機嫌を損ねるだろうか。試案した結果、私は口をつぐむことにした。実はね、上の階に同じ大学の先輩が住んでるの、たまに遊びに来てくれるんだよ。部屋に上がらせてもらい、 昼食も終えて、ゆったりとお茶をしながら雑談をしていると、彼女が人差し指で上のフロアを示した。つられて見上げた私の視界に天井が映る。いいなあ勉強教えてもらえるし、近くに先輩いると心強いしね。うん。 たまに手作り料理もお裾分けしてくれるから最高。ずいぶん恵まれた環境じゃない、と羨む私に、友人は笑顔で頷いた。初めての一人暮らしで当然不安はあったものの、先輩のおかげでどうやら快適に過ごせているらしい。 その様子に安心した私は、すっかり先ほどの暗い気配のことなど、頭の隅に追いやっていた。きっと、彼女の言う通り、日当たりが悪かっただけだ、と納得して。日もすっかり沈んで、夕飯をごちそうになった後、私は、 急激な睡魔に襲われた。時刻は夜の七時過ぎ。夜更かしが体に染みついた人間が眠くなるような時間ではない。しかし、会話もままならなくなった私を気遣い、友人が布団を用意してくれた。 長い電車移動で疲れたんだよ。気にしないで。私はもう少し起きてるね。そう言ってテレビを見る彼女に一言謝り、おとなしく布団に潜り込む。すでに意識を保つのも難しいくらいだった私は、あっけなく眠りに引き込まれた。 しかし、ものの三十分足らずで、友人に叩き起こされ、飛び起きる羽目になる。ねえ、どうしたのどうした、はむしろ私の台詞ではないだろうか。何やら焦った様子で、こちらを問いただす友人へ尋ね返した。 なんか、うなされて、すごく暴れてたよ。悪い夢でも見た。心配してもらってありがたいのだけれど、肝心の夢の記憶が欠片もない。となれば、単に私の寝相が相当に悪かったということだ。我ながら人様のお宅で、とんだ失態を晒したものである。 思わず布団の上で居住まいを正して頭を下げた。寝相悪くてごめん。いや、自分じゃ寝てる間のことってわからないけど、私そんなに暴れてた。恥ずかしいな。せっかく先輩も遊びに来てくれてたのに迷惑かけちゃったね。 やつぎ早に喋る私の向かいに座る友人が、けげんな顔をした。先輩今日は一度も来てないけど。今度は私が怪しむ番だった。嘘だ、私が起こされた時、そこに女の人いたじゃん。 自分のために敷かれた布団の裾を指さして続ける。先ほどまで私がのんきに寝ながら足を向けていた場所だ。ちらりと視線を向けた友人は見る間にこわばった表情を浮かべたが、私は構わず女性の特徴を羅列した。 セミロングの黒髪でさ、白いニットにチェック柄の黒っぽいスカート履いた人。正座してうつむいていたから顔は見えなかったけど、あの女の人が先輩でしょ友人が首を横に振る。先輩、セミロングじゃない。あのさ、 さっき寝相がどうのって言ってたけど、本当に覚えてないの彼女曰く、寝ているはずの私が何やら暴れ出したので、驚いて様子を見ていたそうだ。まさに私の指さすところへ向かって、何かを追い払うような、拒むような仕草を繰り返していたらしい。それはもう、 尋常じゃないほどに。近寄るなって感じでね、見てたら怖くなってきちゃって、だから起こした。私は何も言えなかった。考えてみれば、本当に先輩が来ていたとして、いつの間に帰ったんだろう。ドアの音もさせずに、 後輩へ一言の断りもなく出ていくなんて不自然の極みだ。友人と二人して微妙な沈黙をやり過ごした後、今日は寝てしまおうということになった。明日からどうしよう、怖いなあと頭を抱える彼女だったが、 大学を卒業し、部屋を引き払うまで、結局、あの女性を見る機会はなかったそうだ。事故物件というわけでもないのだから、当然かもしれない。では、偶然泊まりに行っただけの私の前に、なぜ現れたのか。それこそ場所との相性よ。 同じ物件でも影響の有無は人それぞれだもの。実際に自分の目で部屋を見なさいって進める理由、わかったと、後日、親戚はほがらかに笑って言った。少しでも嫌な気分になったら、絶対に住んではいけない。今でも私は、 この言葉を念頭に置いて、転居の際には最新の注意を払うようにしている。内部見学の度に神経を尖らせる面倒さには並行するが、我が身の安全第一だ。次も運よく助かるとは限らないのだから、いた仕方ないだろう。皆さんもどうか転居をされる際は、 十分にお気をつけて。寝ている足元で見知らぬ誰かがあなたの様子を伺っている。なんてことが起こりませんように。 階段朗読イベント開催決定6月は横浜7月は大阪でごま団子が生朗読します詳細は概要欄へこれしかなかったランドセルを背負った男児が怖いという ある女性から聞いた話ですきっかけは数年前唐突に思い出した小学生の頃の出来事だといいますその日クラブ活動を終えた彼女は友人と連れ立ち日が大きく傾いて薄暗くなり始めた廊下を教室へ忘れ物を取りに戻りました 足早に歩く廊下には他の生徒や教師の姿はありません。この様子では教室にも誰もいないだろう。と、がさつに扉を開けながら中に入ると、予想に反し男子生徒が一人に残っていたのだそうです。特に仲のいい生徒ではなかったそうですが、こんな時間にどうしたのか、 と一応声をかけたのだと言います。すると、ああ、帰ろうと思ってる。引いた椅子へ横向きに腰掛け、背もたれに手を回す彼は、ぼんやりした様子でそんな返事をしました。なんとなく気味が悪いなと思った彼女は、 自分の席に近づきながら、そっか、じゃあね。と、話を切ろうとしたそうです。しかし、帰れないんだよな、ランドセルがな、ないんだよな、ランドセルな。変わらず、 ぼんやりした様子の彼は、彼女ではなく、教室の虚空に向かい、間の抜けた欲揚のない声で、そう続けたそうです。ランドセルなないんだよなその様子を怪しんで、改めて彼を見ると、横向きに腰掛けた彼の背中。 そこには黒いランドセルがぶら下がっていました。ないんだよなどこにも。探したんだけどなふざけているのか。しかし、何が目的で。いよいよ気味が悪くなりだした彼女。恐る恐る。 取ってるじゃん。と指摘しようと彼の背中に指を伸ばそうとしたとき、不意に違和感を覚えたと言います。彼の背っている黒いランドセル。どことなく普段見慣れたものと何かが違って見えたそうです。刻々と 暗くなっていく教室の中、開きかけた口を閉じた彼女が、それに目を凝らしていると、男子生徒はゆっくりと立ち上がったのだそうです。ランドセルなあなくてなあ直立不動の姿勢をとり、また間の抜けた声でそう言った彼。 すると突然、しょっていた黒いものが落ちたのだそうです。それは木製の椅子の座面に鈍い音を立ててぶつかると、フローリングの床へゴロリと転がりました。そして黒い何かが近くの机の足をキッと鳴らして止まったとき、それが ランドセルではないことが分かりました。人形の首だったそうです。人抱えほどもあるおかっぱ頭をした道場の人形の頭部。先ほどまで男子生徒の背中にへばりついていたそれの青白い肌に浮かぶ二つの瞳が 教室の床からじっと見つめてきたのだと言います「なくてなあ、ランドセルなあ思わず息を呑む彼女すると直立不動の男子生徒は人形の首を指さし これしかなかった。変わらず抑揚のない声で、しかし今度はしっかりと彼女の顔を見つめて、これしかなかった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 。かかった何度も何度もそう繰り返したんだそうです。 いても立ってもいられなくなった彼女は教室を飛び出すと一目散に家へ逃げ帰ったのだと言います。翌日、九段の男子生徒は何かわの顔で教室に降り、前の席の友人と話していたそうです。身を乗り出した彼が持たれる机には、不気味な人形の首ではなく、 ごくありふれた黒いランドセルがぶら下がっていたそうです。昨日のことを話してしまえばまた何か奇妙なことが起こるのではと怖くなった彼女は男子生徒に声をかけることもなく昨日いつの間にか姿を消していた友人にもこの話を切り出すことができなかったと言います。 数年前にこの思い出を不意に思い出したのだという彼女。当時のクラスメートの中に交流が続いている知人がいたので、普段の男子生徒についてそれとなく聞いてみることにしたそうです。適当な都合をつけて落ち合うことにした知人。少し珍しかったという男子生徒の名字を聞いても、 なかなか、ピントは来なかったようです。しかし。ああ、それってさ、不登校の子じゃなかった。結局、一回も学校来なかったよね。クラス同じになってから。そのまま卒業して、あれ、でも女の子じゃなかった、多分。 その話を聞いて初めて、同じ苗字の女子生徒が、確かに彼女のクラスにいたことを思い出したそうです。やっぱり、女の子だったよね、不登校の子。男子は、覚えてないな。同じ苗字の男女で、そんなシチュエーションだったら、いじりっていうかさ、もっと覚えてるようなエピソードありそうだけど、 視線をうろうろさせながら記憶をたどる知人。結局男子生徒の方に思い当たる節はなかったのだそうです。一方で彼女も自分自身に男子生徒に関する思い出があの放課後の出来事のほか、あまりにも少ないことに急に違和感を覚えたそうです。 その後、しばらくして、実家に立ち寄ったという彼女。アルバムを引っ張り出し、小学校のクラス写真を確認してみたそうです。すると、記憶していた苗字は、登校していた頃の写真を加工したのであろう。周りに比べ、少し幼い顔をした、不登校であった女子生徒の写真と共に記されていました。 そして男子生徒の中に同じ名字のものはなく、記憶違いかと端から顔を眺めていきましたが、あの日、放課後の教室で人形の首を背負っていた男の子の面影はどこにも見当たらなかったのだそうです。ただただ不気味な思い出に拍車をかけただけのアルバムをクローゼットにしまい込む彼女。 それ以来、黒いランドセルを背負った児童を見かけるたび、背中からおかっぱ頭の大きな人形の首が転げ落ち、それを指さす男児が、これしかなかった、と延々唱え出すのではないかと、ひどく恐ろしく感じるのだと言います。 知らないおばあさん。15年前、仕事先の社宅が全焼してしまい、一時社長の所有している一軒家に従業員6人で新しく社宅ができるまで住んでいた頃の話です。私は一階の客間の部屋を借りていました。 少し霊感のある私はその部屋に変な違和感を感じていました。初めての夜寝ている時、誰かが私の布団の上を歩き回る感覚がしました。絶対に目を開けてはいけないと必死で終わるのを耐えていました。でもその現象は 強くなっていきますその日はいつもより寝苦しく真冬で寒いはずなのに寝汗が止まらず一度パジャマを着替え再度寝直しました深い眠りについた頃急に胸が重苦しく目が覚めましたその時同時にやばい 何かいる。目は開けちゃいけない。と必死で目をつむり続けました。でも誰かが私の目をすごい力でこじ開けてきて耐えきれず開けてしまいました。そこにいたのはこの世のものとは思えないぐらいの怖い形相のおばあさんが私の胸の上に座って 私の顔を覗いていました。その瞬間、あまりの恐怖で私は気を失ってしまいました。その後私はその出来事が怖くアパートを借り引っ越しました。 はい。ということで、どうも皆さん、こんばんは、ごま団子です、えー。今回は投稿していただいたお話を3つ読ませていただきました。はい。うーん、どの話も怖かったですね。2話目のランドセルのお話はあれ一体どういうことなんでしょうね。人形の首背負っていた男児がいたということですけども、で、後々になって、ね、知人に聞いてみたら、そんな子いなかったと。 だからね、そもそもあれは何だったのかっていうことですよね。でも筆者さん的には、ね、あの、その男児、まあ男子児童と、なんかこう面識がありそうな感じでしたよね。まあ同じクラスだったっていうのもあって。ただでもアルバムとか見てもその子はいなかったっていうので、謎が謎を呼ぶ話でしたね。うーん。 小学生といえば、そういえば僕が小学生の時にめちゃくちゃその初代ポケモンがね、流行ってて。で、あの、なんかあの、ポケモン言えるかなみたいなね、歌があったんですよ。あの、今国さんっていう人がね <laughs>、今国さんだったっけなんか黒いタイツ履いた人が歌ってる、あの、歌だったんですけども。で、それがすごい流行ってたんですけども、その時にね、学校で、 まあ僕のクラスでなんか変な噂が流れ出して <laughs> っていうのも、一階の、あの、下駄箱近くにある男子トイレの一番奥の個室からですね、あの、ポケモン言えるかなが永遠と聞こえてくるみたいな、それは、あの、深夜になっても聞こえるんだみたいなわけわからん噂が、ね、流れたことがあります。で、当然僕も、あの、そのトイレ利用したことがあるんですけども、 まあ別に <laughs>、何もなかったですけどね。まあね、子供の時の話なんてさ、結構、まあね、そういうのが多いからね、そういうのっていうか、なんだろう、まあみんな噂話とか好きだからさ、ね。だからまあ最初に噂流した人がその歌好きだったんでしょうけど、<laughs> まあそういうわけわからう噂みたいのはやっぱいっぱいありましたよね。あとやっぱ思い出すと時間指定が好きですよね。 なんか、ね、何時何分にこの鏡の前に立っていると吸い込まれてしまうとかね、鏡の世界にとか、あと何だろう、何時何分何十秒に、えー、図書館のこの扉を開けると、それは異世界に繋がってるんだ、みたいなね、例えばですけど、なんかそういう話がね、よく出てたような気がします。 まあ今振り返ってみると、僕がこういうあの心霊話とか、あとオカルトな世界に興味を持つきっかけというのが、きっかけの一つがまあそういった学校での噂話とか、そういったあれな、あれだったのかもしれないですね。まあもちろんその僕が幼い頃踏切であの幽霊を見た、踏切近くのゴミ捨て場で幽霊を見たとか、あと兄がすごい階段を好きで、 えー、こをおすすめしてきたっていうのもあるんですけども、うん、小学生の時のそういった出来事とかもね、多分、まあ、こういうお話に興味を持つきっかけの一つだったのかなって思いますね。振り返ってみると。はい。まあ、ちょっと脱,脱線しちゃったかもですが、そんなことを思い出しながら読ませていただきました。はい。 ということで、えー、今回のどのお話も本当に興味深く読ませていただきました。読ませていただきありがとうございました。えー、そして今回読ませていただいたお話はすべて、えー、僕らが運営する怪談投稿サイトをホラホリックスクール図書館より、えー、読ませていただきました。ホラホリ図書館への URL は、えー、この動画の概要欄に記載してありますので、えー、よければぜひぜひ閲覧したり、えー、お話を投稿したりしてみてください。はい。 自分もね、そろそろお話、新しいお話投稿しようかなって考えてるんですけども、まあ、話まとめてる最中なんで、えー、まあ投稿したらぜひ見てみてください。はい。ということで、えー、今回もここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。 えー、この動画が少しでもいいと思った方は、評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。いつも本当にありがとうございます。そして、この動画の概要欄には、今回お話を読ませていただいたサイト様、<laughs> サイト様というか、まあ、自分が運営してるサイトなんですが、っていうくだりを前もやったような気がするの, <laughs> の、えー、ホラホリックスクール図書館、えー、の URL が書いてあります。あと、僕の LINE、TikTok、Insta、Twitter の URL、えー、もう書いてあります。あと、スタンド FM ね。 えー、そしてこの夏、えー、ライブイベントをやらせていただくんですがその概要と、えー、応募 URL も、えー、概要欄に記載してありますのでよかったら是非チェックしてみてくださいはい、えー、ではまた次のお話でお会いいたしましょうごま団子でしたおやすみなさい